ドレスやったんや、これ。なるほど。まあまあまあ、でもサンタさんってことでいいよね。え、寒そう。皆さん、メリークリスマス。今日はクリスマスイブですね。ただいまのアイラトーン時刻は2022年12月24日、土曜日の午後2時31分です。そっか、ちゃんと変わるんやっけ、セリフ。今日はこの島にもサンタさんの使いの方がプレゼントを配りにいらしているようです。それでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、この島にもサンタさんの使いが来とるっていうことで、どういうことよね、サンタさんが直接やってくればいいのに。てかめっちゃ寒そうなんやけど、足やばいよね。でも雪国ではさ、やっぱ女子高生も、雪国ではっていうか雪国でも女子高生は普通にミニスカって聞くけんね。まだ見ぬ愛しのマイハニー、朝のシャワーを浴びながら鼻歌を口ずさんでいると、このレシピが天から降りてきたのさ。秘密にしておくのもいいけど、どうせなら誰かと秘密をシェアしたくて、うまくできることを祈ってるよ。マスカラスより。ポリカエンブレムなドアプレート、知ってた。知ってた。で、さっきマミーさん出てきたよね、おそらく。え、おらんくね。え、おー、あ、おったおった。やあ、クリスマスイブを楽しんでいるかい。僕はちょっと困っていてね、実はプレゼントを包む大切なラッピングペーパーを忘れてしまって、途方に暮れていたってわけなのさ。途方に暮れなくてもそこに店はありますけど。そうだ、もしかして君 DIY が得意だったりしない？ラッピングペーパーの作り方は知ってるんだけど、僕は手先が器用じゃなくてね。まあ指とかないやろうしね。レシピを教えるから作ってきてくれないかな。あれ、でもあれやな。私の手も丸いな、ドラえもん並みに。ラッピングペーパーは3つあれば十分だよ。よろしく頼むね。3つ？少なくね？え、プレゼント3つだけってこと？いいね、いいね。てか、あれやね。帽子の大きさが全然違う。今日はいつもと空気が違うような。やっぱりクリスマスイブって特別な雰囲気ですよね、タフン。いやー、いいよね。クリスマスイブから、年始、お正月にかけて、期間がめちゃくちゃ好きなんよね。もう毎年言うけど。アイノさん、お久しぶりですね。あなたがお元気にされているのは、風の噂で聞いてましたよ。なかなかお話できなくって、ちょっと寂しかったですよ。何持ってんの？あ、スマホ？あ、ツリー映しよる。おー、なんかあれやね、今時の子って感じ。どうした？精神統一。あら、アイナさん、ちょっと久しぶりじゃない？タイミング合わないと話す機会もこんなに減っちゃうもんなのね。素敵ね。いや、素敵じゃないっすけど。ラッピングペーパー、あ、そっか、ラッピングペーパー作らんといかんって言ったっけ。いや、でもなんか、ラッピングペーパーは作らなくてもっていうか、材料を集めなくても、しずえさんがくれるという話を聞いた。作る必要はあるんよね。材料をくれるんよね、きっと。こ。どうもどうも。あら、ゆなさん、こんにちは。オーナメントをお探しなんですね。この間飾った残りがあったような。ちょっとお待ちくださいね。お待たせしました。いくつか見つかったのでポケットに入れておきますね。ありがとう。ポケットにまで入れてくれなくていいけど。イブの日まで皆さんのために行動されるアイナさんはまさに島民の鏡です。私も少しでもお役に立ったら嬉しいです。では引き続き頑張ってください。メリークリスマス。かわいい。二人ともかわいいよね、格好。さーて、これで作れるよ。そういや、さっき広場の近くでトナカイのジングルを見かけたぜ。うん、そこにいる、知ってる。話した。あいつがいるってことはサンタももう来てんのかね。プレゼントが待ち遠しいぜ。ってか、そっか、私がサンタになるんだよな。みんな騙されてる。このオーナメントを使って DIY で何か作ろうかな。作りましょう。3つでいいって言ったよね。どこだい、何作るって言ったっけ。ラッピングペーパーか。
ラッピングペーパー、あ、ここで見た方が早くない？その他？あ、これか。クリスマスのラッピングペーパー、まさにこれやね。作ろう。なんでこれ個数をね、決めれんのかね、最初に。作る個数。クリスマスのラッピングペーパーができた。飾りまで一緒に。もう一個一個作らんといかんというめんどくささよ。はいはい。そして一回一回ね、ちゃんと掲げてくれるっていう。この作ったことがあるにさ、チェックが入っとることに何か意味はあるの？作ったことがあるやつは、なんか、こういうシーンとかすべて飛ばしてポンって一瞬で出来上がってくれたらいいんやけど。いや、チェックがついてる意味がわからんのやけど、作ってないやつとは、多少差はなんか出とんかな。スピードが上がるとか。こんな感じ？話したっけ、ハンナちゃん。よ、あゆな。最近あんまり喋れてなかったね。なんか忙しかったのかい？えへ、久々に声かけてくれて嬉しいよ。あんたとおしゃべりするのは楽しいからさ、だってね。まあね、私、年末年始、全く、動画を映してなかったんで、これ実際のね、今のリアルな日付で言うと、めちゃくちゃとっくに年を越してるんで、今ね、今ちょっと、やっとこさ、集まりの中をクリスマス、済ませよるけど。おや、早速作ってきてくれたんだね。いただいちゃってもいいかい？はい、どうぞ。なんかクリスマスと、クリスマスじゃないわ。プレゼントとビオラ、右上。え、あれ違うんかな？あ、飾りか。ありがとう、助かったよ。クリスマスな壁掛けソックスをお礼にあげるね。ありがとう。今夜お家に飾っておくといいことがあるかもね。君はこの島の人気者だって聞いたから、そんな君を見込んでもう一つお願いがあるんだけど。人気者？僕の代わりに島のみんなにプレゼントを配ってくれないかな。もちろんお礼として特別なプレゼントも用意してるからさ。こんだけ狭い島なんだからさ、自分で配ってよ。というわけでこれを受け取っておくれ。ふう、今渡したのはプレゼント袋だよ。島のみんなへのプレゼントが詰まった魔法の袋なのさ。ただし夜が明けると魔法が溶けて消えちゃうから、くれぐれも気をつけてね。中にプレゼントが入ってるから、島のみんなに配ってほしいのさ。夜明けには帰らなきゃならないから、それまでに全部配り終えて僕に袋を返してくれ。助かるよ。そうそう、プレゼントを配るときはちゃんと袋を背負っててね。こういうのはムードが大事だから。ほう、でも、私丸出しな感じやけど、サンタさんの格好しなくてよろしい？それじゃ、よろしく頼んだよ。てか、なぜにトナカイがサンタの格好をしてるのかね。ねえ、サンタさんの服多分揃ってないけん。顔顔。今ちょうどそこのウィンドウにもね、可愛いのが。あ、全部可愛いんやけど。トナカイあるやん。え、外になんかワンピースのやつあったよね。ツリーでもいいけど、でもやっぱサンタさんからもらいたいよね、プレゼント。ごめんなさいね。ちょっと待って。マリンスーツ、脱ぐ脱ぐ。脱ぎますとも。マリンスーツ、そっか、これマリンスーツやっけ。あ、これ全然。あ、でも、上、半袖や。寒い。はい、試着室使えます。今私、あれかな。チケット持っとんやっけ。あー、めっちゃクリスマス。めっちゃクリスマス。あ、いいんやけど、ちょっと待って。あ、いろんな色あるやん、これ。もみの木ワンピース。かわいい。もうこの辺、全然もみの木な感じせんけど。ね、こっちの縁だけやったらあれやけど。キウイ？まあ、ちょっととりあえずクリスマスなドレス、ドレスやったんや、これ。なるほど。まあまあまあ、でもサンタさんってことでいいよね。寒そう。めちゃくちゃ寒そう。どうしよっかな。でもこれにヒゲ生やしとったらおかしいけん。とりあえずこれでサンタの帽子。でもあれなんかな、男版じゃないとサンタさんとして認識はしてくれんのかな。まあいいや。こういうのはね、ムードが大事って言ったけん。ムード重視で行こう。で、歩き回るんならさ、ワークブーツの方がいいよね。パンプスなんかで歩き回れんわ。何色がいい？赤？あー違うね。緑？あ、可愛いけど。でも黄色かわいい。クリスマスカラーじゃなくなったけど。待って、めっちゃ寒そうなんやけど。でもこの辺超派手派手。めっちゃ派手派手。まあそこは、
普通に今の靴下でいっか。まあどうせほぼ見えてないけんね。オッケーオッケー、これで超寒そう。じゃあこれで購入します。買っちゃう、このまま。よっしゃ、行くか。え、てか思ったけどあれか、もしかしてサンタさん用の靴とかいなかったかな。でも普通あるよね、セットで。え、ないっけ。いや、ないな。でもってやっぱり赤な気がしてきた、普通に。だってサンタさんの服のセットって赤よね、靴。こっちにする。はいはい。よし、オッケー。なんで黄色選んだんやろ、私。はい、じゃあこれでいきまーす。おおきに、またどうぞ。ちょっとなんか私ボディバッグしょっとるけど。え、寒っ。え、信じられん寒さなんやけど、これ。いや、寒さ感じんけど。やばくない？なんかめっちゃ歌いよる。え、なに今の。私の息、白ーい。どうも。メリークリスマス、私のサンタさん。その袋の中身は何？素敵ね。ちゃんとサンタさんとして認識してくれた。よかった。ヒゲがなかったらいかんかと思った。プレゼントだよ。いや、メリークリスマスって渡そう。どうぞ。え、このプレゼントは、あ、サンタさんからなのね。素敵ね。プレゼントを届ける仕事を任されるなんてすごいじゃない。ありがとう、アイナさん。あれ、プレゼントってさ、なんか事前に調査しとって、なんかその人に合ったものを渡しとったんじゃなかったっけ。こんな簡単な感じやった。話しかけるだけみたいな。よ。そんな格好してでっけえ袋担いだやつに目の前をロールされちゃう。嫌でも期待しまうじゃねえか。ってか。おお、いいね、いいね。メリークリスマス。へへ、メリークリスマス。で、こいつはなんで？え、サンタから俺へのプレゼントだって？おう、サンタの代わりにおめえが配って回ってるんだってか。そりゃ責任重大だ。頑張れよってか。お、歌終わった？二人で歌ってたのね。アイナさんのサンタさん、声をかけてくださるのをお待ちしていました。たふん、日本語おかしいよ。アイナさんのサンタさん、なんか私専用サンタさんみたいな響きやけど。メリークリスマス。あ、歌いながら期待しとったよね、ちょっと。はい、メリークリスマス。え、サンタさんからのプレゼントなんですか。で、まあ普通に考えたら子供用のプレゼントって考えそうな気はするけどね。そのお腹に子供がおるし、君。びっくりしたのと嬉しいのとで、ドキッとしちゃいました。ありがとうございました、ふん。てか、みんなのプレゼントの中身が気になるんだけど、教えてくれないんすか。うわ、受け取るだけで終わり？その場で開けてくれてもいいんだけど。アイナさんのサンタさん、もしかしてその袋には、メリークリスマス。どうぞ。メリークリスマス、アイナさん。このプレゼントは、あ、サンタさんからなんですか。なぜアイナさんが、というのは置いといて、ありがとうございますよ。いえいえ。喜んでもらえたようでよかったよ。まあね、いくつになってもサンタさんからプレゼントもらえるっていうのは嬉しいよね。そう、私クリスマスの飾り付け全くしてないよね。あー、つもりの中でね。いや、リアルではツリーとか出したんやけど、リアルの方が浮かれとるっていうね。なんだよ、その袋。サンタのコスプレにしちゃやけに大きいじゃないか。これ徐々に縮み寄るとかあるんかな、袋。そんな細かくはない？メリークリスマス。てか、背負っとる袋と全然関係ないポケットから出しよるけどね、あれ。メリークリスマス。えらく気合が入ってると思ったら、本当にプレゼントが入ったんだね。もしかして、あんた本当はサンタなんじゃないのかい？ごめんごめん、そんなわけないか。クリスマスサプライズなんて最高じゃないか。あんたのそういう遊び心があるとこ好きだよ。せっかくだし、うちからもお礼させて。え、なに？なんかくれた。ありがとう。サンタの顔を直接拝めなかったのは残念だけど、気持ちはちゃんと伝わったって、あんたからよろしく言っといておくれ。え、嬉しい。何？有効度みたいなのが関係ある感じ？なんかくれた、ハンナのプレゼント。恐竜のおもちゃ、かわいいな。どんな感じ？あ、こんなのこんなの。え、かわいい。子供部屋に置こう。めっちゃかわいい。ありがとう。あとは、あ
と誰だ。あれやん、あれヒュージ君は、ヒュージ君あのね、え、前回の動画なのかな、いやもっと前か、新しく来た子、まあ、その時間的に言えばめちゃくちゃ前に来た子やけどあの動画的に。あーやっぱいいね、イルミネーションついてるの綺麗やね。あのうちの近所のね、ちょっと大きめのお家の人がね、毎年イルミネーションで庭を飾っとんやけど、今年もねちゃんと飾っとってみたよ。あ、家の中におるんやね。失礼します。あれさっき会ったよね、渡したよね。んじゃ、いつの間に家に戻ってたの？ってことはこっちですね。え、アイダホは会ってないよね？会ってない、あ？じゃあ本当はね、あ、年末年始の大掃除ですか？本当はあの煙突から入るっていうゲートをやりたいんやけど、さすがにそこまでできんけん。おーす、会えない、久しぶりー。だけど、こんなに会わないのって変だよな。さてはおいらに隠れて、なんか企んでるのかの心。なんも企んでないよ。こんな日にでかい袋を持ってそんな格好までしてるってことは、さてはサンタさんレスペクトかの心。メリークリスマス。どうぞ。おー、メリークリスマス。って、これサンタさんからのプレゼント？お前、サンタさんの手伝いをしてるのか？おー、嬉しいぞー。あ、かわいい。いい子にしててよかった。届けてくれてありがとな、の心。いえいえ。ライバルがサンタさんの手伝いをしてるなんて、ちょっと感動ものだぞ。お礼にオイラからも差し入れさせてくれ。おー、二人目。なんだろう。やばいなー、オイラ嬉しすぎて。今夜眠れないかも、の心。ちゃんと寝てね。なんだったんだろうか。アイダホのプレゼント。ブリキのロボット、子供部屋が充実しそう。さあ、ヒュージ君全く見かけないんだけど、家かしら。とりあえず家を見てみよう。あ、おるね。どうもどうも。やっほー。あ、ちゃんと冬仕様やん、これ。ねえ、すごい。え、季節によってちゃんと変わったりとかするんかな、気になる。なんかヒュージ君の部屋にさ、さっきの2つのプレゼント絶対似合うと思うんやけど。やっとお話できた。もう久しぶりすぎるよ。アイナ君ったら島の中にいるのは分かってるのに、ちっとも捕まらないんだもん。僕を見かけたら話しかけるっていう約束を決めちゃうのはどうかな、だと。てかドーナツ片手に。アイナ君、その袋の中はもしかして。めちゃくちゃ目がでかくなった。メリークリスマス。いや、目は変わってないんか。目の黒目の向きが変わったんか今。メリークリスマス。で、これ何？え、サンタさんからのプレゼント？わーい、待ってました。アイナくん、届けてくれてありがとね。だぞーだぞー。なんかあれやね、色味が若干、あの誰、あのトーマスに出てくるやつなんやっけ、ゴードン、パーシー、なんかそのあたりっぽくない？なんかちょっと前って言っても、ね、あの年明けるだいぶ前やけどに、新しくトーマスのねデザインが変わるみたいなネットニュースを見て、デザインも見たけど、やばくない？なんか今時なんか知らんけどね、キラッキラしたトーマス。確かに前のは不気味なんかもしれんけど、もうあれで慣れとるけんね。やっほー、モニカ。はーい、イラちゃん、やっと話せた。あは。あたい、地味に寂しかったんだから。てかさ、この寒い中さ、海の近くで、ダンベル、めちゃくちゃ鍛えるやん。ていうか、イラちゃん、その格好でその大きな袋は、もしかして中身はプレゼントなの？メリークリスマス。どうぞ。ほらね、全然袋関係ない。はーい、メリークリスマス。で、これをもらっていいの？あ、もしかしてサンタさんから？配達のお手伝いしてるんだね。アイナちゃん、ありがとう。開けるのが楽しみだよ。あは。アイナちゃんのおかげでプレゼントもらえたし、あたいからもハッピーなお礼しちゃおうね。お、3人目。
ありがとう。気に入ってくれるといいな。あ、そうそう、ホームモンサンタさんにはありがとうって伝えておいて。は、何だったんだろうか。ミニサーキット、みんなおもちゃだ、すげえ。こんなにも見事にみんなおもちゃなんすか。めっちゃくちゃ、まあ確かにね、クリスマスやもんね、子供が喜ぶプレゼント。みんなのプレゼントは一体何なんだろうか。え、これでラストかな。いや、あれか。え、名前を忘れたわ。この一軒向こうのね、あいなさん。こうやってお話しするの久しぶりよね。あなたも何かと忙しそうな中話しかけてくれて嬉しいわ。だってば。いえいえ。さて、かわいいサンタさん、私に何かご用かしら。だってば。メリークリスマス。なんかあれだな、きちっとした格好してんな、スーツ。メリークリスマス、アイナさん。このプレゼント、あなたじゃなくってサンタさんからのプレゼントなのね。届けてくれてありがとう。だってば。いえいえ。あ、あれか、アンチョビか。あとアンチョビだけか。そうなんじゃない。あ、そういえば私プレゼント落としたまんまやったっけ。打ったやつ。ピーコート、あ、いいやん、季節的にもちょうどね。お邪魔します。おー、ちょうど。本読み出したけど。あれ、君とお話しするのは久しぶりだっけ。じゃあ、昨日僕がいっぱいおしぶりしてたのは夢の中の君だったのか、弟子。相変わらずマイペースで。あ、アイナくん。座ったままだと話しにくいから、ちょっと待っててくれる、弟子。座ってた方が話しやすくないかい。その格好にその大きな袋。アイナくんってばサンタさんになりきってるね、弟子。メリークリスマス。全員ちゃんとセリフ違う？メリークリスマス。あー、プレゼントだ。え、サンタさんが僕にって？やったー、サンタさんありがとう。アイナくんもありがとう。中身は何だろう、弟子。何なんだよ、気になるじゃねえか、教えろよ。まあなんかあれはね、3人ほどちょっとお返しがやってきた感じかな。嬉しい嬉しい。全部おもちゃやった。え、これで全部配れたんかな、プレゼント袋。チェックマークって前からついてた？配り終えたってこと。あ、中は見れる。袋の中は、あ、空っぽ。なるほど、全員に配ったかどうか確認できるんやね、ちゃんと。あと何個残っとるとか分かったんやね、おそらく。なんかお礼とかもらえるかな。ブラックバスとか売ってきとこ。まあお礼もらえるとしても一個やろうけど。あれ、あれってパンナちゃんからもらったやつの色違いかな。恐竜のおもちゃ、あ、絶対そうやんね。なる、季節限定、季節限定の商品もプレゼントでくれるんや。え、嬉しい。普通に嬉しい。よし、買い取って。はい、お売りいただけるものはとりあえずブラックバスと、あ、ちょ、この辺のねレシピもちょいらんけん。売り払っといて、さくらんぼもいっか。はい、オッケー。いろいろお持ちくださったんですね。あれ、中には大変貴重なレシピも含まれているようですが、よろしいんですか。覚えてるんで大丈夫です。オッケーです。承知しました。それではすぐ計算しますね。はい、では合計1800円での買い取りでいかがでしょうか。ちゃんと言えてない気がする。売っちゃいましょう。ありがとうございました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。なんなんこれ。え、クイズのやつよねこれ。え、絶対そうやろ。ピコーンって押すやつやろあれ。大、ありがとうございました。さあ、それじゃあ
プレゼント袋を返しましょうか。ずっとここにいるね君。いや、順調に進んでるかい？終わったよ。どれどれ？いや、すごいや、袋が空っぽじゃないか。本当にもう全部配っちゃったんだ。君に任せてよかった。島中に幸せそうな空気が満ち溢れているのを感じるよ。それじゃあプレゼント袋は回収させてもらうね。どうぞ。お礼はちゃんと用意してあるよ。まずはクリスマスムードを盛り上げる素敵なレシピをプレゼント。まずはってことは1個じゃないんか。よかった。私を追い払っといて。それからハッピーアイテム、クリスマスのソリも受け取っておくれ。これは家の前に置いとくか。君のおかげでアイナ島のみんなには特別な夜になっただろうね。ハッピーな気持ちをたくさん感じることができて僕は幸せだな。さてさてと、せっかくだからもう少し余韻を味わってゆっくりしていくとしよう。また来年のクリスマスイブに君と会えるといいな。じゃあ、それどうしよっかな。家の前でも邪魔か。この辺置いとこっかな。それはそれで邪魔かもしれんけど。クリスマスのソリってか、どれぐらいの大きさ。あ、結構でかいね。クリスマスのソリとか私にくれて大丈夫？サンタさん困らん。あ、座れる、ちゃんと。かわいい。え、めっちゃかわいいんですけど。いいね、いいね、座れるの。でも前向いては座れんのや。なるほど。引き寄る風にはできんのやね。え、めっちゃいい、めっちゃいい。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、ソリとかってね、前の時にはお礼でなかったよね。え、これ初めて見た気がする。めっちゃ可愛い。え、超気に入ったんだけど、絶対次からちゃんと飾るわ。